はい、印西市長選挙に勝って NHK をぶっ壊すからの行ってらっしゃいということで、伊塚姫こと新藤かなちゃんです。あれ YouTube でちょっとやるの初めてかな、はい、俺のチャンネルでね、ごめんなさい、令和2年7月の10日11時29分です。まあ、昨日からですね、いろんな動きがあって、今画面には映ってないんですけど、24歳の相原さんがそこで今いてくれてるんですが、まあ、相原さんの昨日の裁判の判決がもう基本的人権自体をもう無視していると、特に、基本的人権だけじゃなくて表現の自由ね、選挙に出るっていうことに関して、拒否をしているということを、それを認めない判決はおかしいということで、昨日の午前の判決を受けて直ちに選挙をするということで探したところ、まあ、千葉県の印西市がもう明後日ですか、明後日新選挙があると、はい、いうことが分かりまして、もう昨日の夕方4時半に印西市の方に行ってきました。で、まあ相原さんが立候補できるんじゃないかということをお話をしたところ、日曜日になってみないと分からない、選挙場がいない、ということで、もう日曜日その日に届けを出すということにしたんですが、受け付けてくれなかった場合には、その受け付けてくれなかった理由をね、ちょっと主張したいということで、であれば立花が、相原さんの言いたいことを僕が立候補して相原さんに喋ってもらうという話をして、昨日それが一部報道もされたんですが、その報道された後に、新藤さんが、そうか、新藤ちゃんに出てもらった方がいいのかというちょっと意見があって、で僕が電話をしたら、あ、全然いいですよということで快諾いただいたので、おそらく新藤さんが日曜日の、どうだったかな、名前が印西市長選挙に立候補するということで、このあと記者会見があるんですが、これちょっと全部彼女にも話しなかったんで、まあ、綾菜さんにも、あの、綾菜さん理解してくれてもわからないんですが、このね、4つの権利があるっていうことをね、よく知っていただきたいですね。これね、こういう解説した人って多分誰もいないと思うので、選挙の権利っていうのをよく理解してほしいんですね。で、投票する権利ですね、よく選挙権って言います、選挙権です。で、当選する権利、これが非選挙権です。で、立候補する権利、これを公職の候補者、ま、になるものとかっていうことになるんですけども、で、選挙応援をする権利、ま、応援演説をしたりとか、この人を推薦するっていうですね、選挙をする人を応援する権利って、この4つに分かれるんですよ。で、この4つに分かれてることが、とても重要で、ですね、今回ね、例えば投票する権利、印西市長選挙投票する権利はありません、ないんですよ。これいわゆる新藤さんにはないんですよね。相原さんにもないですよね。で、相原さんはないんですよ。ないんですよね。立花にもないんです。実は投票する権利は我々3人誰もありません。次、2番目、当選する権利、非選挙権。新藤さんはあります。あるですよね。で、相原さんはないです。ないですよね。で、立花も、立花はある。こういうことなんです。で、次、立候補する権利。これはこことここがよく同じだと思う人がいるんですが、もう全く違います。新藤さんは立候補する権利はあります。ありますですね。で、相原さんは立候補する権利はあります。ありますよね。で、立花も立候補する権利がある。ここ違うんです。これ全然、ここが違うんです。これが違うんですね。で、まあ、応援する権利。これ、選挙応援する権利は、新藤さんはありますよね、はい、まあ、自分以外の人が出たら、ね、相原さんもありますよね。もちろん立花もあると。なんか、なんか変じゃないですか、これ。その、一番実は簡単に取れそうな、投票する権利は我々さんに誰も持ってないんですが、選挙に立候補したりとか、当選する権利、市長になる権利とか、応援する権利があるんですよ。で、特にここなんですが、
投票する権利でちなみに3ヶ月以上その自治体に連続して住み続けていなければいけないっていうルールがあるので、それは、我々印西市に住んでないのでダメなんです。で、当選する権利っていうのはいわゆる選挙が行われよう行われなければなくてもね、誰も一人しか立候補しなければ選挙ないんで、この非選挙権というのは市長になる権利なんです。で、相原さんには24歳ということで市長になる権利がありません。で、じゃあ立候補する権利はあるのかって言ったら、それはあるんですよ。で、これはね、法律上に明確に第10条非選挙権というのがあって、その第6号に市町村長については、年齢満25歳以上のものということで、非選挙権はここに明確に書いてます。つまり相原さんは25歳以上ではありませんので、憲法違反ということをね、法律上この公職選挙法が憲法違反だということで裁判をして勝たないとダメなので、当選する権利はないんですよ。で、もちろん僕には年齢超えてるんであると。ところが立候補する権利っていうのが、これが、公職選挙法のですね86条の8に書いてます。で、ここには、非選挙権のない者などの立候補の禁止っていうのが書いてて、第11条の1項で11条の2項もしくは252条または政治資金規正法第28の規定により非選挙権を有しない者は公職の候補者となり、または公職の候補者であることができない。このように一つの条文の中に非選挙権っていうのと公職の候補者っていう2つの文字が出てきます。つまりこれとこれは明確に分かれていてですね、ここで非選挙権のないものの中でこれ公職の候補者になれないものっていうのは第11条の人で、第11条っていうのはここなんです、禁錮刑以上の刑に処せられた人、まあ、いわゆるね、これは犯罪をした人のみなんです。第10条というのは年齢や居住実態っていうことなんですが、第11条はこれは犯罪をした人、まあ、憲法でいうところの公共の福祉に反した人っていうことが明記されてるわけですよ。で、これをそのね、裏付けるかのように、無効投票の68条の第5号には非選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したものは無効とするっていう条文があります。まあ、ちょっと見づらいかも、まあまあ公選法を見てください。68条です。非選挙権のない公職の候補者の氏名を書いた場合はゼロ票にしますっていう条文まであるんですよ。で、他にもね、これあります。公職の候補者86条の4、公職の候補者、衆議院議員または参議院議員比例代表選出の候補者も除く、以下この条において同じ。つまり衆議院議員と比例、参議院の比例以外の 選挙ということですから、印西小選挙はこれなんです。86条の4です、公職の候補者になろうとする者は、いわゆる立候補する権利を行使したい人は当該選挙の期日の告示または告示があった日に郵便によることなく文書でその旨を当該選挙庁に届け出なければならない。つまりこれになりたければ7月の12日に供託金を納め、かつ必要事項を書いた届け出書であったり、あと戸籍謄本あるいは商本を持って、選挙庁に届け出ればこれになれるんですよ。だから前原さんはここはなれると言ってるわけですね。これ反論があったらぜひ言ってほしいんです。もう誰がどう見てもこの法律はこの2つは分けてます。だってこの人が立候補した場合、この人が公職の候補者になっても、1票も入った票はゼロにしなさい、無効にしなさいとまで明記してあるわけですよ。だからで、この権利の違いっていうのでちょっとね、具体的に説明をしていくと、まあ、これはめちゃくちゃ簡単で、1票を投じる権利ですから、棄権するのもあるし、白票を投じるのもありだし、全然非選挙権のない公職の候補者に投票する権利もあるんですよ。ゼロになるけども、ただ発表はしてくれます。何票も無効にしたかって発表してくれます。で、
ここはもうこれは非選挙権っていうのでこう分けるとなんか対比しているようなんですが、非選挙権のある人以外に投票することができないことはありません。あくまでも当選する権利です。これは市長選挙だと市長になる権利が非選挙権であって、選挙で得票をしてもまあまあ得票してもというか有効票になって当選する権利です。とにかくここはで立候補する権利、公職の候補者になる権利っていうのはこれは当選する権利ではなく選挙運動をする権利なんですよ。選挙運動って何があります？演説したり、車で演説ですね、はい、車で演説したり、ポスター貼る、そうですね、ポスター貼る、まあ、チラシを配る、チラシ配る、はがき送れますよね、で新聞出せます、はい、選挙候補、まあ、大きくこの5つができるんですよ。もちろんね、政見放送もここでこれです、立候補する権利含まれます。ただ市長選は政見放送がないだけなんですよね。要は立候補する権利によって表現の自由の場が与えられます、日頃は車を止めて演説することは駐車違反になりますから、道路使用許可っていうのを2週間ぐらい前には警察に取ってやらなきゃいけないですね。だからそういう意味では政治活動をしている政治家とかっていうのは選挙中以外にやってる人っていうのはほぼほぼ違反なんですよ。道路交通法違反です。でいわゆる選挙の1週間、市長選だったら1週間とにかく駐車違反をしてもいい、でそこで大声を出してもいい、それは、塾の前は OK です、学校の前や病院の前はダメです、明確に法律で定められてるんですね。でその公職の候補者になると例えば選挙演説はこっちでもできるんですよ。だから相原さんはこっちはできるんです、応援する権利はね。だから選挙カーで喋ることはできる。でも公職の候補者になれないのでポスターに私が候補者ですとかっていうことはできない、うん、まあ、何よりもポスターを貼ることができない、うん、あとは新聞ですね、選挙広報も出せない。これすごく自分の政治的な主張をしたい若者にとってはすごくマイナスなことで、ここの違いがあるっていうですね。で選挙応援は本来は投票する権利がある人がやればいいと思いません？ここ制限するべきなんです本当は。だって全然関係のないそのね、それこそ例えば新潟でもいいですか、新潟にね全然関係のない小泉進次郎さんが来て、うわこの人入れてくれっていうのはあれある意味おかしいんですよ。別にそれを制限しろとは思いませんが、選挙権のない人に選挙応援をさせるっていうのはちょっとね一部おかしなところがあるんですよね。もちろん応援だけじゃなくて推薦でね、全然市民でもないっていうか選挙権のない人が、あ私小池百合子はこの人応援してますみたいな推薦をするのも認められてるんで、僕は別にそれを否定はしませんが、実はおかしい行為かもしれません。でこの4つがあるっていうことを皆さんにぜひ知ってもらいたいですね。でここは犯罪者のみダメなんです。刑務所に入ってる人、あるいは、公民権が止まってる人、公職選挙法違反とか政治資金規正法違反とか、斡旋利得罪とかそういうね犯罪をしてまだ、刑務所から出てきて5年以内とか10年以内の人はこれはここできないですよ。ただ、ここに関しては25歳以上であれば市長選は OK で、実は参議院選挙は30歳なんです。つまり2年後の参議院選挙には柚塚姫は立候補はできるけど当選はできない。そう、ここはできるけどこっちダメなんですよ。ただこれ法律上立候補できると言ってるんですが、これ法律ができると書いてるんですが行政は受け取らないんですよ。なぜだと思います？当選できないのめんどくさいからですかね。これね、ここを理解してない、これを正しく理解できてないからです。で行政いわゆるこのルールを作ってるのは立法府、我々国会、我々というか僕が前までやってた法律を作る法律でこれは OK、 この区分けをしてるんですが、これをどういう形で運用するかっていうのは
行政の仕事になるんですよ。で、行政というのは結構間違います、法律を。で、最近の例で言えば一番分かりやすいのは、総務省が法律の見解間違った判決が出た、知らない、最近。ごめんなさい、知らないです。ふるさと納税。あれは完全に総務省という行政機関が立法府が定めたルール、法律を破ったと、まだ正しくない見解で行政を行ってしまったということです。で、この行政が立法府のいわゆる法律違反したときに最終的に判断するのが、その判断をする場所どこですか？裁判。そう、裁判、司法です。裁判。つまり今回のこの届け出っていうのは、誰がどう見ても法律上は相原さんは立候補できます、当選はできません。なのに、立候補できない可能性がすごく高くなってます。で、どうも理由はね、当選できないのに立候補したら100万円払わなきゃいけなくなるから、あなたが無駄に、そう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 、だからちょっと頭のいかれた人が、20歳の人とかが来て選挙で移行したいですって言って、それをそのまま受け取ってしまったら 10% 取ってもゼロ票になっちゃうから供託金返せなくなるので、それを行政としては教えてあげたんじゃないかな、うんうんうん、善意でってことですね。そうそう、善意で教えてあげてたんじゃないかなと思います。で、それが前例となって、非選挙権のない人は公職の候補者にするべきではないという考えで、当選できないんだったら立候補できないだろうみたいな考えで受け取ってなかったんではないかと思います。あとは築城解説といって、法律を作るときにその背景を書いた本があるんですよ。こういう趣旨で法律を作りますっていうのがあって、その築城解説には受け取るべきではないということが書かれています。なるほど。ただそれは法律でも何でもないんです。築城、その法律のバックグラウンドを書いてるだけなんで、法律でも何でもないので、行政が受け取らないという判断をするのはある意味行政の自由です。で、判断するのが司法、裁判所ということ。だから泉佐野市の他4市ぐらいあったかな、あのふるさと納税については総務省は、泉佐野市はなんかアマゾンギフト、アマギフなんか配ったから、もうお前たちにはふるさと納税の権利をあげないと言ったんです。でも法律は過去の分に関しては訴求できない、遡れないっていう基礎が、基本的なルールがあるから、そんな過去が悪いことしたからって、その禁止する前のルールを当てはめることはダメっていうことを最高裁判所は下したから、泉佐野市が勝って総務省が負けた。で、このように行政は必ず法律通りの仕事をするとは限らない。で、それを最終的に判断するのが司法で、これをいわゆる三権分立っていうんです。もう柚塚姫はこんなの当たり前のように法学部で勉強して僕より詳しいと思うんですけど、三権分立とも言うけどね、これ、モンテスキューの、三権分立とか三権、まあ、こっちか。で、これはものすごい大事なことで、これよりも強いのは当然国民なんですよ。この国の主権者は国民の皆さんなんですよ。で、国民の皆さんが選挙で立法する人を選ぶ、まあ立法っていうのは法律だけじゃなくて条例なんかもそうですから、それを選ぶで、地方自治体の場合はこれ行政の長、市長を直接選びます、まあ、国会、国の場合は総理大臣はこの人たちから選ぶんで、連立内閣、なんていうかな、なんていうかな、連立内、何、なんていうかな、これ直接総理大臣を選ばない、大統領制を敷いてないこと、議員内閣制か、議員内閣制って言います。で、司法は裁判所は独立してるんですけど、とにかくこのように権力を3つに分散して、行政が変なことをちゃんと法律を守ってるかどうかをチェックするのも司法の役割と。で、この司法の判断を受けるためには、相原さんはこれ立候補する権利があると主張してるんだけども、実際に受け取らないという事象を発生させなければ、裁判ができないということなので、日曜日仕方なくその整った書類が整ったものを提出して、それを選挙庁が受け取らないという事実を発生させた後、裁判所の方に提訴すると、まあ、こういうことです。で、これなぜこんなことをめちゃくちゃ急いでるかって言ったら、2年後の
今からちょうど2年後に行われる参議院選挙、今27歳です。ということは2年後は29歳、30歳には見ていないということで参議院選挙出れないんですよ。とするとね、税金って払ってきた、はい、当たり前だよね。いろんな形で払ってるよね、はい、消費税、仕事、まあ、消費税だけじゃなくて仕事してるもんね、はい、より所得税も払ってるよね。年金を払ってんの、ね、年金は払ったこともある、払ったこともあり、払ったこともあるけど払いたくないから払ってないところもある、ところもある、それでいいね、正直でいい、ね、みかんさんは払ってる、年金を払ってるわな、年金払ってます。当然会社のあれやから厚生年金か、今は今は厚生年金だよね、はいはい、それまではね、国民年金払った、払って20歳になったら国民年金でしょ、学生で免除されてて、うん、そっから働く、あの収入が少なくてまだちょっと免除してもらって、でそっから払ったって、うん、まあでも免除か払ったか、あ、私も払ってないじゃなくてきちんと免除の申請を、はい、免除します。何が言いたいかっていうと、20歳になったら年金払え、ね、収入がなかったら免除してやるけど、じゃあなんで30歳まで立候補待たなきゃいけないのっていう、あのせめて非選挙権はなくていいけど公職の候補者にはならしてよと思わない、うん、思います。しかもこう名分で、ね、それぞれ違うっていう規定がされてるのに、ここの乖離があるってすごいおかしいな、おかしいと思ったでしょ。だって本当ここまで名分化されてるんだから、で非選挙権は第10条に書いてます。で、非選挙権を有しないものっていうのも11条に書いてて、10条は年齢と居住地で、11条は犯罪をしたものっていうのが書いています。で、68条は非選挙権のない公職の候補者の氏名を書いたら無効になりますよと、68条の5号ですね。で、86条の4、公職の候補者となろうとするものはっていうのがあって、ここにはまず非選挙権を有してなければいけないってどこにもないでしょ、うんうん、公職の候補者となろうとする者は当該、選挙の期日の告示または告示があった日に郵便になることの文書でその旨を当該選挙所に届けばならない。だから公職の候補者となる、なろうとする者は非選挙権を満たした上でとかないんですよ。でさらにさらに86条の8、非選挙権のない者などの立候補の禁止で、11条の第1項、11条の2、もしくはっていうのがあって、これは全て犯罪にかかるものです。犯罪をした人は被選挙権がなくて、かつ立候補もできませんと書いてあるわけですよ。もし10条の年齢が満たない場合、24歳の人も立候補の禁止だったらここに書くでしょ、もしくはここに何も書かないか、どっちかでしょ。あえて10条と11条に被選挙権が書かれていて、10条は立候補できないと書かずに11条は立候補できないと書いてる。これ誰がどう読んでもね、これ反論できる人おったら言って、これが立場の言ってることがおかしいっていう人がおったら言ってください。明らかにここを間違ってるんですよ。で、ここは表現の自由ものすごい大事ですから。だって今回言いたいもんね、こんなむちゃくちゃなことを印西市の選挙管理委員会をやろうとしてる、法律を無視した立候補の届け出を受理しなかった、だそれを受理しないから仕方がなく、ゆずか姫が立候補して、でそこで24歳の相原さんがこれの権利を使ってやるっていうことです。周りくどいでしょ。これ相原さんが喋るのにわざわざ別の候補者を立てて相原さんが選挙下で喋るっていう、でこれを皆さんに理解してもらいたいと思って、今回はこれがだから30歳以上っていうのは都知事選もそうだ、知事選、参議院は30歳以上でね、政見放送があるのは実はこの2つだけなの、うんうんうん、ということは30歳にならないとこの国では政見放送に出演できない。出たくない、政見放送、もう出たいよね。出たいか出たい。だって後藤輝樹君なんてもうある意味悪用だよ。政見放送でやれうんことかなんとか言って YouTube のカウントブワーッと上げて、あれこそ場合によっちゃ選挙違反かもわからない、うん、だってお金儲けのためにやってるとしか思えないよ、俺からしたら。それは違うって意見もあるから。でも YouTube をやるんだったら広告つけずにやるべきなの、本来は、うん、その政治的な主張するんだったらね、広告つけるっていうことは結局選挙でお金儲けをするっていう目的で出てるとも返されるのでね、まあ、後藤君のファン、ごめんなさい、僕はだから政治をする以上は広告収入をつけることはやめるべきだと思ってて、一時期つけてたんでお前も言えないだろうという人はいるかもしれませんが、
基本は僕はそれはやめた方がいいと思ってます。お金儲けのために選挙に出るのは違います。ただ当選をする目的で選挙に出なければならないとはどこにも書いていなくて、政治的な訴えをするために選挙に出るのはもう全然 OK です。これは当選をする目的で立候補しなければいけないなんて公職選挙法のどこにも書いてません。だからふざけて立候補するなとか迷惑だという書き込みがあったのよ、うんうん、いやごめんなさい、もちろんふざけてないよね、うん、ふざけてなんで100万円出してわざわざその選挙やらなかったので、迷惑をかけてることについてはじゃあ具体的にのどんなあなたに何の迷惑をかけてるんですかって一個一個ちょっと返していったんだけど、うん、誰も返してこない。なるほど。だって我々がっていうかね、相原さんか新藤さんが立候補してじゃあ私は印西市民です、ほんまかどうかわからないけど迷惑だからやめてくださいって来るのよ、うん、これ何が迷惑なんですかと、うん、具体的に教えてくださいって言ったら止まるのよ、うん、例えば税金の無駄遣いって会議室いるので、あ、そうですね、私は いやちょっと待って、選挙するのは俺たちじゃないよ、我々が立候補しようがしないが選挙されるのよ、うん、で選挙することが無駄だって言うんだったらそんなの民主主義やめるって話それはね、新藤さんが出なければ無投票で終わるっていうから問題ないっていうことが言う人もいるんだけど、それはでもそもそも選挙ってやるものであって、一人の人が立候補するからって二人目出るなよっていう考え方ってそれこそ独裁の考えで危険すぎるから、それこそ我々がね、なんかその商売のためにとか、あと布教のためには絶対やめなきゃいけないけど、我々は20歳25歳にならないと立候補当選する権利がないとかそういうことについてね、18歳以上は選挙権があるのに被選挙権が18歳以上の人がないとか立候補できないとかおかしすぎるじゃん。もうだって投票権がない人に立候補させること自体おかしくない、うん、普通におかしいよね、うん、これ本当おかしいのよ。なぜその印西市のこと一切知らない人が立候補できるのか、おかしいよね。でもそれはやっぱり表現の自由とか立候補する権利を守ってるのよ、うん、としか考えられない。これは別に国政選挙でもそうだから、例えば東京都知事って東京都民じゃなくても出れるのよ、はいはい、お全然千葉のやつが出てた、多分後藤輝樹君も神奈川やろうと思うし、うん、平塚君なんか千葉でしょ、東京都民じゃなくても出れるのよ全然。参議院選挙でも北海道で出るためには北海道民じゃなければいけないっていうところじゃないのよ、うん、でも北海道民しか投票できない、なんかちょっとおかしいことがいっぱいあるんだけど、まあ、いずれにしてもこういう法律を見直しましょう。で見直すためには法律を変えなきゃいけないんですが、少なくとも今法律通りに立候補の受付を届け出を受け付けていない選挙管理委員会に対してとか総務省に対してというか、まさに総務省が悪いね、これ、うん、総務省がふるさと納税間違ってた、うん、で選挙の立候補する権利と被選挙権を間違っているのは総務省です。我々はそれを確認するために裁判をするということで、非常に真面目な話ばっかりしましたが、最後なんか意気込み、いやでも本当にここはとりあえずいろんな話になりましたけど、ここはとりあえずおかしいなと思います。今の法律でもその公職の候補者についての詳しい規定はあったりするのに、これを受け付けないっていうのはこれが結局罰になっちゃってるわけですよね。実質上はここを今罰にしようとしているいう動きがあります。はい、まあ少なくとも去年の鎌ヶ谷市はこれを罰にしましたので、あさって正確に言うと印西市の選挙管理委員長が選挙長になります。あさってね、選挙長になったお名前調べてもらえば分かる女性の方ですけどね、この方がどう判断するかっていうことになるんですが、まあ、この方はおそらく総務省の判断に従うと思います。で総務省に聞いたらダメって言うんです。で今回受け取らがなかった場合にもまた裁判、あもちろんだからそれはもうできれば月曜日か火曜日には提訴します。いわゆる印西市の選挙管理委員長が
選挙庁が法律を間違って受け取るべき書類を受け取らなかったということで、それに対する損害賠償の請求と。じゃあ、今回は印西市を相手に、印西市を相手にするつもりですが、印西市だけじゃなくて国および印西市っていう形になるかもしれません。なるほど、はい、そこは弁護士さんともちょっと相談です。いずれにしても提訴はします。だから印西市の選挙庁の方、こう受け取ったらめちゃくちゃ簡単です。なくて、もう正直我々ここ主張しません。受け取ってさえくれれば印西市に100万円入ります。裁判も起こりません。印西市民の皆さんは今のうちにこの主張は正しいんじゃないか、もう受け取った方がいいんじゃないか、こう決めるのは何度も言いますが、法律上は印西市の選挙庁ということになりますから、総務省でも千葉県の選挙管理委員会でもありませんので、しっかりとね、行政機関の人、いわゆる公務員の皆さんね、市役所の職員の皆さん、法律をよく読んでやってくださいということで、もう時間なので終わりましょう。はい、印西市の市長選挙に勝って NHK をぶっ壊すからの、いらっしゃい。